今天空を駆け抜けている。前田家を仲間入りさせたすんごい功績、これをいち早く家康君に伝えるため、我が輩の誇る超ド流螺旋発射台により、ああ落ちる、うわあ枝が、いてててててて、我が輩は家康君も絶賛すること間違いなしの最上義明である。これもそんな最上義明による波乱に飛ぶ物語である。天かける我が輩、家康君への吉報。家康くん、我が輩は偉業を成し遂げたよ。さあ、称えてくれたまえ。我は困った。これ以上主の勝手は好かぬゆえ。許さない、許さない、この世の全てを許しはしない。それではダメなんだ、ミスナリ、憎しみではダメなんだ。ショック、小競り合いなどよそでやりたまえ。家康君を探すのが大変ではないか。王軍の救世主、最上義明参上だよ。家康君にもそう伝えてくれたまえ。はぁ、今はそれどころではない。家康君のお迎えはまだかね。そこの君、ちょっと呼んできてくれたまえ。イエスさーって思ってくれだろ。みんな我が輩に優しくないね。家康君に徴用された暁にはお仕置きだよ。家康君、優雅に湯飲みを傾けようではないか。勝利の玄米茶、紳士のたしなみだよ。梅殿をやすやすとさらった我が輩、横竹を味方に組み入れた我が輩、まさに素敵、素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。酔いしれたまえ。まったくもっていい香りだね。ご苦労よ、主の末間は記憶に残す。すでに我が輩の干渉だ、ヒゲ部門ではね。三成様のところに行かせは、貴公には素敵紳士は無理だろうね。もう我慢できねえ、逆襲のお時間だ。まっさらな布を貼り直すだけの間もなしか。並べ、進め、誇り高き者の二人よ。拙者の応援が功を奏した。のこ、あんた生き地でもすすって強くなったか。人が泣くまで待てはしないぞ、ホトトギス。家康くん、どこにいるのかね。我が輩へのご褒美なら奥州で結構だよ。
行くぞ。敵軍に報いる意志となるまで。勝負の記念に我が輩小物を買わないかね。教えてくれ、お前の強さの源は何だ。やれ、これで企てが一周分ほど裏返った。どうだ。男なら憧れるであろう。戦果を広げる西軍なんかに負けてたまるか。いつもそうだ、人滅は唐突にやってくる。我が輩は素敵紳士だ。やっぱりね、憧れの的。東軍の連中に秀吉様の意志を見せてやる。我と三成と、もう一つ我が戦ってやる。今のうちに猿がいい。飛行が強いならね。その足運びは退屈の千鳥足だ。どうかね。もらわれたまえ。突撃だ。大将に見せてやろうぜ。すげえ、名勝負を拝んじまった。増票諸君、君たちが倒れるのは我が輩が眩しいからだね。通じ合うまでやり合おう。それでいいな。それがしの指揮が甘かったか。並べ進め。誇り高き者の二つよ。首を回せろ。天へと落ちて行け。こういう時、慌てた方が負けなんだよね。つい戦の手を止め、見とれてしまいまする。絶対に勝とうぜ。負けたら先はねえ。ああ、我が輩よ、我が輩よ。ゴーラン、我が輩は汗などかかないよ。素敵紳士に汗は似合わないからね。シュールに見えるアキラ。拙者もあのような活躍をしたいのだが。来るがよい。必ずや生きて帰る。ああ我が輩よ、我が輩よ。私の希望は家康が埋まった。景気づけだ。もっとのろしを上げよう。負けを認めるならお小遣いをくれてあげるよ。空にも開いた。いや、開いた。逃げるなら今のうちか。行くぞ。指示を聞き逃すなよ。ああ、我が輩よ、我が輩よ。良い指令。良いとは言わない。悪くはなし。
塞ぐ岩戸だらん。忠義ならば城元の誰にも劣らぬ。犠牲なき世の中、ひたすらにそれが欲しい。井戸を覗き、カエルに飲まれる物悲しさよ。この調子で全部取り戻すぜ。お、今日もヒゲを中心に紳士ですね。素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。銀の一つや二つ、素敵紳士からの贈り物だよ。かかれ。おかげさまで今宵もうまい酒が飲めまする。我が輩のすごいところは我が輩であるところだね。山下くんではないか。家康くんはどこにいるのかね。おや小川くん、今日はいい天気だね。まこと見通しよき空模様よ。ぬしの頭の中身ほど晴れ渡ってはおらぬが、我が輩の計略ほど晴れやかなものはないよ。そうよな、晴れや晴れやか。我が輩すごい手柄を立てたのだよ。最終決戦の前にぜひ伝えたくてね。偉大なる主の功績、後世に伝えるべきよ。広めてやるゆえ我に語ってみるか。我が輩の天下激震の偉業を聞きたいのだね。いいとも、たっぷり教えてあげるよ。けな、わかってるとも。これが欲しいのだね。超上品襟付けひげ2号山下くん専用特大版だよ。我が輩人質というものを使いこなしてだね、横田家を王軍に従わせたのだ。すごい。おお、見事な策。この小川には思い至らぬ。そうだろう、我が輩はできる紳士だからね。我が輩の手柄を知りたいかい。なんと横田家を味方にできそうなのだよ。それにしても武骨な鎧だね。我が輩のように気品を身につけたらどうかね。守れなかった。ならぬ、この道だけは。この天下分け目にて我に分かるのは、主を放っておいても問題ないということだ。え、これ天下分け目？もう最終決戦なのかね。家康くん、ことを起こすのが早すぎるよ。全くもっていい香りだね。
たく持っていい香りだ。Wow!
の香りを嗅ぎたまえ。良い知れたまえ。まったくもっていい香りだね。この戦は延期となったよ。延期延期。野上殿、東軍として動いてくれたんだな。当然、我が輩と家康君の仲ではないか。ここは三成との決着の場、手出し無用だ。そこまで積んでるのかね。早いところ我が輩の功績を認めさせねば。家康、この神聖なる復讐の場に道化師など呼ぶな。我が輩は素敵な道化師、飛行らを魅了してやまないのだよ。道化、貴様など眼中にない。え、我が輩が眩しすぎて見えないのかい。家康くん、相談所はドンと構えるものだよ。我が輩の活躍を見守ってはくれまいかね。仲間のために拳を振るうのも総大将の務めだ。せめて休憩時間を取ってはどうかね。ほら、九泉の昆布茶が美味しそうだろ。大神、少し黙ってくれないか。家康くん、貴公の瞳に我が輩を映したまえ。素敵紳士の香りを嗅ぎたまえ。むむむむむむ、こうなったら最終手段だ。家康、三成へ。